アイクティナ・ターナーは1960年代から1970年代にかけて活躍したアメリカのポップ、ソウルデュオ。アイク・ターナーとティナ・ターナーの夫婦のチーム。16年間にわたってロック、ソウル、ブルース、ファンクなど幅広い音楽を手掛けた。グラミー賞を獲得したプラウドメラリーのカバーが有名。1991年にロックの殿堂入り。 1956年、16歳のアンナ・メイブロックは、彼女の母親、姉妹と同居するために、故郷テネシーからセントルイスに移住。アンナは、彼女の姉妹と共に夜な夜なナイトクラブに通い詰め、そのうちの一つで、ザ・キングス・オブ・リズムのメンバーとして、ステージに立つアイクと出会う。バンドが聴衆をステージに上げて歌わせているのを見て、彼女も果敢にステージに上がり、 I know you love me baby を BB キングバージョンで歌い上げた。今も彼女のトレードマークとなっている喉をきしませる独特の歌い方はアイクを感動させ仲間内でリトルアンと呼ばれていた少女はバンドのバッキングシンガーとして雇い入れられた。ある日バンドのメインボーカリストがレコーディングに現れなかった際、アイクはアンナを抜擢。当時アイクとの子供を身ごもっていた妊娠8ヶ月の アンナは、ア・フール・イン・ラブを彼女のボーカルでレコーディングした。当初はその場限りのつもりであったアイクは、彼女のボーカルを聴いた後、アンナを前面に立ててプッシュしていくことを決め、彼女の芸名をティナに変えて、彼のせいであるターナーを付け加えティナ・ターナーを誕生させた。彼は、グループ名もザ・キングス・オブ・リズムから、アイクティナ・ターナーレビューに変えた。ア・フール・イン・ラブは、 アイクティナターナーレビューのファーストシングルとして1960年冬にリリース。ビルボードのホットールビーチャートの2位、アメリカンポップシングルチャートの27位にまで達するヒットとなり、2人は一躍全米クラスの知名度を得る。翌1961年にリリースしたローズマリー・マッコイ作のセカンドシングル、It's Go Now Walk Out は前作に続き、 ホット R&B チャートの2位、アメリカンポップシングルチャートの14位にまで上昇した。この曲で、二人のコンビは早くも初のグラミー賞ノミネートという快挙を成し遂げる。1962年の3枚目の日と、プアフールも38位まで上昇。しかしながら、彼らの人気を後押ししたのは、チャートアクションのみならず、一連のエキサイティングなショーによるところも大きかった。彼らは、 シンディグ、ハリウッドアゴーゴー、アメリカンバンドスタンドなどのテレビ上にも積極的に露出し、ティーンエイジャーたちを熱狂させた。1960年代の半ばまでに、アイクティナターナーレビューは国民的人気を獲得した。1966年、フィル・スペクターのフィリーズレコードと契約、リバーディープマウンテンハイをレコーティング。アメリカでは、 ビルボードホット100の88位までしか上がらず、スペクターを失望させたが、イギリスで3位まで上昇する大ヒットとなり、これがきっかけとなって、ローリングストーンズの1966年と1969年のアメリカツアーのサポートアクトに抜擢され、二人は国際的スターへの足がかりをつかむ。1969年には、ブルース色の強い、オータシーズンと、 アルバート・キングのカバー、ザ・ハンターのリリースでより大きなチャートアクションを獲得。ティナは、アルバム、ザ・ハンターからの、ボールド・ソウル・シスターで、グラミー賞ベスト R&B 女性ボーカルに2度目の、ノミネートを受ける。1970年、エド・サリバン賞に出演、クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバルのカバー、プラウド・メアリーと、ボールド・ソウル・シスターを披露した。 プラウドメアリーは1971年春にシングルとしてリリースされ、ポップシングルチャートで4位まで上昇し、アメリカのチャートにおける過去最高位を記録、1972年にグラミー賞を獲得した。1975年頃には、アイクティナターナーレビューの人気は色あせた。最初にアイクのバンドに加入してから17年後、ティナはソロ活動に向けて、 行動を開始、シェール賞やマイク・ダグラス賞などの番組にアイクを伴わず単独で出演した。同じ年に彼女はザ・フーのミュージカル映画トミーにアシット・クイーンの役で出演、素晴らしい演技を披露した。この頃よりコカインを常用するアイクのティナに対する DV が深刻になり、彼はティナへのコントロールを保つために彼女に暴行を続けるようになった。ティナは 最終的にダラスでのショーの直前にホテルから逃亡。1976年にグループは解散した。その後ティナは離婚訴訟を起こし、1978年に和解するまで二人は法廷で争った。注釈なき物はすべてティナのリードボーカル。ありがとうございます。